サツニーとマリの人生飛ばしていこう。イエイよっ、始まりました。1週間ぶりの皆さん、こんにちは。元気ですか？お元気ですか？僕は元気ですよ。元気ですね。元気ですよ。マリネも元気ですね。元気ですよ。もう夏って感じですよね。夏ですよ、うん。いや、今日はね、僕はね、この収録の前は実はゴルフやってきたんですよ。うん、アーリーバードって言ってましたね。そうそうそう、アーリーバード、初アーリーバード。みんな知ってるんですかね、アーリーバード。沖縄の人、みんな、うん、アーリーバードやらなそうですね。うん、どうなんでしょうね、あるのかな。ねえ、なんかでも普通にスルーが普通だから、沖縄の人って。あ、でもそっか、普通っちゃ普通っすね。逆になんかお昼食べる方がこっちです、本州の話ですもんね。へえ。ただその3、4時2時台、うん、5時台のスタートがあるのかどうかですよね。そうなんですよ、うん。いや、僕5時1分と、うん、そう、僕の前の組は、あの、一緒の組だったのが5時1分スタートで先頭だったんですけど、うん、2組でやったんですか？3組だったんですよ。あ、そんなに多くやったんですか？そう、へえ。3組でこう仲間の人たちとやって、うんうんうん、まあ、1組目が、まあ、僕らの知ってる人で、で、僕2組目で、はい、で、3組がまた、あの、仲間の人たちなんですけど、はいはい、そうなんですよ、うん、行く時真っ暗なんですよ。そうですよね、はい、3時台、そうです、3時台、うんうんうん、だって、ね、僕を来たの今日3時ですもん。3時起きて、はい、いつもだったら寝るぐらい、まあね。あ、そんな夜更かししてるんですか？結構夜更かしするんですよ。私絶対寝てます、3時とか。ね、だいたい1時から2、だいたい2時なんですよ、僕寝るの。寝るのが、うん、へえ。2時まで仕事してるんですか？なんかね、いや、飲んで帰ってきて、はい、うだうだしてるんですよ、うん、大体飲んで帰ってくるのが大体、まあ、まあ大体12時とかなんですよ。はいはい。で、まあ帰ってシャワー、まあ、風呂入って、うん、のんびりしてるじゃないですか。はい。そこでまた飲むんですか？おいしい。あ、そこは飲まないです。そこは飲まないです、ね、そこは飲まないです、はい、なんか YouTube 見たり、うん、ゲームしたりとかしてると、うん、なんかね、1時とかね、なっちゃうんですよ、1時半とか。でもそこはちょっと自分の時間って感じなんですね。あ、そう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 、うんうんうん、すぐ寝るのはもったいないなっていう、もったいないなになるんですよ。はい、なるほど。っていうような生活のリズムでね、うんうんうん、いるから。確かに3時に起きるんですよ。それは辛いな。まあまあきつくて、うん、生活リズム全然違いますもんね。全然違いますよ。で、3時に起きて3時半家出発って、うん、だいたい3時半に家に帰ってくることもあるぐらいなので、はい、ね、起きるってどういうことみたいな。起きるってみたいな。そうなんですよ。だから今日なんかテンションおかしいんですよ。なるほど。テンションというかね、胃がおかしい。胃がおかしい。食べ過ぎちゃってるんですね、うん、そうそう、食べ過ぎてるんですよ、うんうん、だって会食で夜までこう、まあ、食って飲んでしてるわけじゃないですか。はい、昨日の夜ね。昨日の夜に、うん、で、まあ、無理やり寝るわけですよ。はい。で、 朝とか、まあ、ど深夜をもう朝と思い込まして起きるわけです、はいはい。でも起きたらなんかお腹空いたなみたいな。起きたら、いや、なんかね、お腹は、そうですね、なんかちょっと小腹空いたなになるわけですよ、うんうんうん、はい、感覚的に。感覚的に。で、まあ、車で移動するんで、はい、まあ、コンビニ寄って、うん、いつものごとくこう買うわけです、おにぎりとか、はい、で食っちゃうわけですよ、はい。食べ、あの、ゴルフしながら食べてもよかったんだけれども、そう、あ、ゴルフのやつはラウンド中のやつも買ったんですよ。あ、なるほど、なるほど。それはそれで買って、それはそれで買って、朝ごはんとして、朝ごはんもなんかおにぎり1個買って、あの、はい、買って食べたんですよ、うんうん、そうで、このゴルフやってる時もパン買ってたんで、パン食ってたんですよ、はい、食べてばっかり。そうそうそう。で、この、まだこの終わって、戻ってきたら戻ってきて、はい、まあ、11時とかかな、また食っちゃってるんですよ。お昼ご飯ですよね。お昼ご飯。だから、ね、もうすでにそこで3食でしょ？そうそうそう。これは胃もたれするよねっていう。間違いない。そうなんですよ。なので今は何も食べたくないんです。なるほど。飲み物、水分は取らないと熱中症になっちゃうんで。うん。あ、水はめっちゃ飲みましたよ。うんうん、大事ですよね。本当に暑いから。1.5リットル、うん、なくなりましたね。まあ、あのスルーなんで。ソフトドリンクで。いや、ソフトドリンクですよ、今日は。達人がソフトドリンクですって。いや、ありえないですよね。いや、でも今日はね、やっぱそうかなと思って、うん、スルーだし、うん、もうすぐ終わっちゃうし。そうですね。いや、飲んでたらダメだなと思って。うん、間違いない。そう、ちゃんと考えてるんですよ、僕も。一日長いですからね。一日長いし、うん、多分飲んでたら、もう僕ゴルフ場で帰ってないですね。
ゴルフ場に寝そう寝てそう寝て、うん、確かに風呂入って午後の予定がパーになっちゃう。そうですよ。まあそんなことやってましたね、うん、今日は。肝心のゴルフはどうだったんですか。ゴルフはまあいつも通りですね。いつも通り。そう、前半48 48、はい、うん、後半は50 98。でも100切ってるし。100は切れてますね。はい、またね、あのバンカーに何回も出なかったです。3回出なかった。うん、もったいない。なんかあるんですよね、そういうの。結局数字、あの点数はあの帳尻が合ってしまうっていう。うん、あるあるですね。バンカーってね、1回出ないとなんかメンタルやられて、やられるんすよ、ね、2回また出なかったらなんかもう出ないんじゃないかと思ってね。そうで余計早く振っちゃうからなんか出ないんですよね。出ないですよ。だからそれ結構ね、パワー4かな、だからその2打目で2を狙いに行って、うん、ガードバンカー入って、そうガーン入って顎高くて、あーきつい、で2でしょ、で3で、そのヘリに違うんですか、最悪なんですよ。はい、あのヘリのとこにブンって言ったんですよ。そのそれで跳ね返ってこなかった。跳ね返ってこなかったんですよ。あ、ハマっちゃったパターンだ。そう、うわ最悪と思って、はい、それで3度でしょ、で次4打目なんかもやっぱり出なくて、うん、落とすだけです。そうですよね。で5オンでしょ、うん、でいやこれたまたまワンパットで入って、おーすごい、で入ってない。嘘でした。2バットで7点だったんですよ。なるほど。そう、うん、なかなかね、そんなやってましたね。なるほど、難しいな。でもそこを2を狙わずに、うん、なんか刻むのもまたね、うん、違いますからね。違うんですよ。そこはね、2を狙っていきたい。狙いたかったんですよ。160ぐらいだったかな、うん、残り。いや狙うじゃないですか。160ヤードだと何番で打つんですか。うん、僕160ヤードが5番かな。5番やん。うん、僕あんまり飛ばないんですよ。わかんない、ちょっと男性の距離があんまり分かってないけど。いやー160ね、うん、僕のその友達とかだったら、うん、7番とかで打ちますよ。うん、そうなんですね、うん、したらもね、確率ね、うん、私女子だと160ヤードってもうアイアンでは絶対届かないから、うん、もうそんな2オンできたらラッキー。何もね、ガードバンカーとか何もなければどこでもいいやと思って前に蹴って打つけど、はいはいはい、うん、なかなか乗んないですね。いや乗らなかったな。惜しいですね。今日なんだっけな、パットが全然良くなかったんですよ。グリーンは高麗ベント、ベントベントか。でなんかね、多分昨日雨降ったからかもしれないですけど、重たかったんですか。重くて、うん、びっくりする重くて。全部ショート、ショートで、まあ、上につけて上りで、うん、上りじゃない、下りで、はい、早いと思うじゃないですか、はい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 、上につけちゃったら思います思います。で結構軽め打つじゃないですか、はい、普通に止まんないでまたまたね下りが残るっていうね。嫌なパターンで、そう、下り打ってまた下り残るのっていう嫌だ。そう、いや結構あったんだよな。で重たいから強く打てないですもんね。打てないですよ、怖いですよ、ビビるんですよ。間違いない。まあ、あるあるなんでしょうけどね。あるある。でこの上りだったら結構強めに打っても届かなかったりするんですよね。うーん、それってもう最後の方にやっとなんかこのグリーンが分かってきたってね、合ってくるんですよね。やっとね走り出すんですよ、うん、9時だ、後半のちょっとしてからですよね、うんうん、やっと攻略したかなみたいな。やっとだと思ってなんですけどね、このパターンパッドのね、このもう1打、うん、ドライバーも1打。そう、切ないですよね。まあ1個いいことがあったとすると、おボール1個もなくなかったんですよ。あ、すごい、 OB なかったんですね、池とか。そう、 OB も池もなかったんですよ。それはすごい。なのに98点っていうのも笑けるんですけど、ね、まあ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 、それがゴルフというかなって、ね、それがゴルフ、うん、難しいですよね。だって、45、45、例えば90で回ってきてもパーなしだったらなんか、うん、スコアはすごくいいのに、うん、なんかね、なんかあるんですよね。そう、パー0だとちょっと不発というか、いそんな気持ちになるじゃないですか。わかる。だから中身なんですよね。中身、うん、僕も今日ね、パー2つだったかな、あ取ったんですよ。いいじゃないですか。そう、いいじゃないですか、ね、ナイスパーです。でも
あとボギーとダボが、うんうん、まあメインのトリが、トリがその1回か、はい、ぐらいなんですね。でも安定してますね。なんかあの大叩きのホールなかったんですね。そう、このレベルでね、こうまずはこう安定するっていうのがまず1個いいかなと。分かる分かる、私もそうなんですよ。私もいつもね1ホール大叩きしちゃうんですよね、うん、そう、それをトリプルボギーで抑えたのはまあまあ良かったんです。そう思います、そう思います、うん、大事。バンカー ね、2回でなくてきつかった、ね、あれさえなければと思いますけどね。思うんですけどね、あれさえなければ、まああれで2打引いたとしてもまあ96点、まあそんなもんかっていう結局そんなもんかになるんですけどね。あれベストいくつなんでしたっけ。ベスト90です。ベスト90か、うん、あ、それはでも80代出したいですね。そうなんですよ、80代早くね、一回言いたいんですよね。あ、88とかねどうやどうや言ってみたいですよね。え、90の時は何が良かったんですか。90の時何が良かったんだろう。アプローチやサイズとかパターンが、そうそう、グリーン周りですよね大体。でグリーン周りがいいと点数いいですよね。うん、やっぱそうですよね、アプローチね。いや今日は本当パターがな良くなかったんですよ。そうそう、パターがダメだったからな今日、うん、もったいなかったんだ。そのパターが良くないっていうこと、良くない、あの良くないというか、まあ多いっていうことは、うんうんうん、結局寄せられてないってことですもんね。ああ、そういうことですね。でも2オンを狙うとなかなかそうなりますよね、うん、3オンだと寄せられるけど、そう、2オン狙う、3オンでも寄ってないのが今日だったんでしょうね僕ね。なるほど辛口な自己分析。そうなんですよ。まあ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 いいでしょう。うん、いいでしょう。いいとしましょう。いいとしましょう。うん、いやー、しかし皆さんご存知かどうかわからないですけど、幕開けって知ってます。この間ね。そうなんですよ、前回は高川さんに来てもらったから、その前にねお話しした、うんうん、クラウドファンディングのタツニーのブランドのトバスの、そうなんですよ、はい、クラウドファンディングちょうどいつ終わったんでしたっけ。あれね、7月の9日ですね、に終わったんです、はい、何千パーセントの達成。ね、パーセント達成は2900%かな。すごい。パーセントはすごいですよ。すごいですよね、あの成功の率。そう、だって目標金額10万円にしたからです。うん、今はだそうやってちょっと低めにして、うん、何千パーセント達成ってやるのが流行りみたいなんですか。なんですかね、うん、あれね、僕も実はあの外部にお願いしたんですよ、ね、コンサルさんにお願いしてるんですよね。そう、コンサルさんにお願いしたら、うん、にお、もう全然 お任せしたら10万円でした。うん、なるほど。で2940何パスだと、そう、はい、だ294万集まったんです。すごい、ありがとうございます。素晴らしい。あれ、そうですよ、初のクラファンどうでした。初のクラファン、いや、めちゃくちゃ大変ですね。大変、何が大変なんですか。いや、もうそのコンサルの人に言われるのが、やっぱ発信しろって言われるわけですよ、はい、まあ、そうですよね、達人豆じゃないからな。僕そう、発信するの嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、なんかこの何ですかね、そんな連打できないし。あ、でも毎日、まあ知り合いちょっと遠い知り合いはすごい発信してました、うん、ライブ配信とかしたりとか。あー、やっぱやってるんすね、うん、すごいしてました。でこれだけマメにしてたら、うん、こうやっぱテンション高くなっていくのかなと思って、こう200万円達成しましたありがとうございます、はいはい、みたいな、こうライブ配信したりとかしてて、面白いなと思って。確かに、うん、そこまでのテンションも僕持っていけなかったな謙虚だからな、キャラクターでもないしなそうですね、そうなんですよ、うん、でもなんかそのコンサルの人に言われたのが、うん、そのメッセージとかで、まあ、いわゆるダイレクトメッセージを、はい、その送るといいですよって言われたんですよ。その買ってくれた人、うん、ダイレクトメッセージ、あ、だからもうその例えば Facebook とかでつながってる人たち、はい、で僕 Facebook の、うんうん、あの友達は基本的に絶対一度は会ったことある人なんですよ、うん、なるほどなるほど、はい、全く知らない人とは承認してないので、はい、なのでどっかしらではやっぱコンタクトある人なんで、はい、友達なわけですよね。友達なんですよ、うんうんうん、たまにかまあまあ誰だっけこの人もいるんですけど、あるある、でもやっぱりこうメッセージこう出したらいいって言われたんですね、はいはい、で結構出したんですよ、うん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 、だからご無沙汰してますみたいな、うんうん、いいじゃないですか、始めましたこの間やりました、うん、ぜひ応援してくださいって言って、うん、はい、で、いや、もちろん買ってくださる方もいますし、うんうんうん、
のリアクションをされない方もいるんですけど、うんうんうん、はい、でも僕一個良かったなと思うのは、はい、何年も、もう何年もとかもっとかな、10年以上こう全然コンタクトを取ってなかった人に、はい、コンタクトを取るわけですよ、はい、僕がドキドキするわけですよ。そうですよね、ちょっと緊張というかね、返事来なかったらちょっと悲しいなとか、そうそう、いろんな気持ちがね、混ざって、なんかその DM するときに、はい、メッセンジャーとかでやるときに、こいつ買ってもらうときだけメッセージしてくるのかよって、そういうこと考えちゃうからなかなかできないですね、そう思われるんじゃないかなとかって、うんうん、思ってたんですよ、はい、なんかあんま嫌だなと思ってたんですけど、うんうん、そのコンサルの人に久しぶりの人はそこから新しくこうなんですかね、コミュニケーションが生まれる可能性がありますよと言ったんですよ、はい、うん、だからいいきっかけですと言われて、うんうんうん、確かに、うん、って思ってやりだしたんですよ。大事ですよね。じゃあやっぱりこう久しぶりの人と喋ったりもしましたし、うんうんうん、まあまあそれ良かったかなと思ってるんですけどね。そういう人が買ってくれたら嬉しいし、そうそうそう、で買ってくれたりするんですよ、うん、ね。いやー、良かった良かった。大丈夫ですか？すいません、失礼しました。大丈夫です。大丈夫ですか？今日ちょっと胃もたれしてるから。そうなんですよ、胃もたれしてるんですよ。胃もたれしてるからもう変なとこ入るんですよ。まあでも幕開けもまあ無事に終わって、うんうんうん、今生産オーダーしだして、うん、で一応9月の今の中旬ぐらいに上がってくる予定なんですよね。なるほど、じゃあ秋のゴルフシーズンには間に合いますね。間に合うように、で9月末までにはこう皆さんにお届けできるようにしてるんですけども、はい、楽しみにしております。ありがとうございます。でライブ加工で飛ばしますんで。そうなんですよ、飛ばしてくださいね、うん、なんかシンプルなので、うんうんうん、まあ、着やすいっちゃ着やすいですよね。そうですね、だからネイビーとか白とかもあるので名門コースでもいけるなと思いますよね、うん、ちゃんとシャツ襟付きついてますよ、ちゃんとついてますよ、はい、今モックネックがすごい多くなったじゃないですか、はいはい、どこのブランドも、うんうん、だから襟付きってやっぱりどこ行くにも使えるから、うん、襟付きって大事ですよね。襟付きでいいですよ、はい、そう、あのなんだ、無地なんで何度でも合わせられるじゃないですか、はい、うんうんうん、別に全身飛ばすじゃなくてもいいですし。なるほどなるほど、っていうのもあっていいと思います、うん、1枚2枚持っといたらすごく便利で重宝する。いやー、あれはいいなと。で、はい、幕開け終わった、終わっ、ん？発送終わったら、その飛ばすのサイトでも、もう少量販売して。ああ、そうなんですね。して、うんうん、そうですね。でもあれ、よかったから定番にしようかなとも思ったりしてるんですけど、ね。ああ、いいんじゃないですか？うん。いいと思います。いいっすよね。うんうん、そう、今飛ばすの、今ちょうど新作も、次、ヒョウ柄なんですよ。ああ、そうなんですね。そう。次は春夏、違う違う。次は僕の今出し方がそのいわゆるアパレルの通常の出し方とはもう全然違うことやってるんですよ。そう、私もともとアパレルのこと分かってないので、はい、なんかすごい早いイメージだったんですよね、うんうん、で真逆のなんか季節のものを撮影してるなってイメージだったんですよ、そうそう、あ、だいたいアパレルって、まあ、大きく分けると、はい、SS っていう、まあ、春夏のものと、うんうんうん、はい、まあ、FW もしくは AW っていって秋冬のものを出すんですよ、はい、うんうん、で大体この春夏ものっていうのは大体、まあ、もちろんねブランドごとによって上下するんですけど大体2月、はい、3月なんですよ。そうだから夏のものを冬着てるんだ、そう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 、2月3月に大体、ね、で、あの、なんですか、商品が、あの、販売スタートするんですよ、はい、に、まあ、2月の終わりから3月ぐらいが、うん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 、で秋冬がだいたい9月とかから販売する、9月とか10月とかなんですけど、まず今回の幕開けやったのも、まあ、7月じゃないですか、はい、間なんですよね。で今度ヒョウ柄も出るんですけど、はい、新しく、うんうん、でヒョウ柄も8月なんですよ、はい、あ、ヒョウ柄の春夏が、そうです、まあ、ポロシャツと短パンと、うん、あ、それはこの間のクラファンのやつ違うんですよ、え、じゃなくて、じゃないやつが8月に今さらっと新しいこと言ってるんですよ、ね、そうそうそう、聞いてない聞いてない、そうそう、新しいことをさらっと言ってるんですよ。ヒョウ柄の、はい、メンズのポロシャツとレディースのポロシャツと、うんうん、はい、まあ、全部ヒョウ柄なんですよ、で、で総柄全部、そう、おで、メンズは
ポケットカーゴパンツみたいな、はい、うんうんうん、短パンをとのセットアップなんですね。へえ。で女の子の方はあとスカート、はい、あとワンピース、はい、もうこれだけの全部ヒョウ柄なんですよ。へえ。黒バージョンと白バージョン、はい、黒ヒョウバージョン白ヒョウバージョンなんですけど、あ、なるほどなるほど、また白黒のモノトーンにも乗ったんですね、うん、うんうんうん、めっちゃ可愛いんですよ。楽しみだな。そうで、これを8月にさらっとやろうとしてるんですね。それはクラファンとかじゃなくて、クラファンじゃなくて普通にホームページから EC サイトから、そうそう、 EC サイトから販売しようとして、はい、できると。そうなんですよ、はい、でしかも今 EC サイトを、8月に、はい、こうリニューアルしようと思ってて。あ、そうなんですか、うん、へ、今まだ全然あのデザインとか決まってないですけど、はい、今やろうとしてて。おお、やることたくさんですね。そうなんですよ。でそれをちょっとそれに合わせて新しいのも、うん、ボンって出したいなって思ってて、それも準備してるんですよ、ね、なるほど。じゃあリニューアルとともにその新しいゴルフウェア新作、そうそう、も販売開始って感じですか。そうです。8月ってすぐですよ、たつに。大丈夫ですか。そうなんですよ。そうなんですよ。だってもう、ね、多分大丈夫ですよ。だって今もそのウェブ構築チームと話してますけど、はい、いや最初僕7月末なんとか大丈夫って聞いてて、うん、うんうんうん、うーんって言われてて、うん、で結局8月中旬ぐらいっていう話を聞いてるんで、まあ大丈夫と思うんですけどね。はい、うん、大体伸びますもんね。伸びる。まあでも中途半端に納得いかないものをやるよりも、納得いくまでちゃんと作り込んでやった方がいいですよね。そう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 。うんうんうん、でもう片やそうやって新しいやつ出ますって言ってるその次のやつも今やってるんですよ、実は。それが秋冬だ。秋冬。はい。今11月末か12月かな。今こんな暑いのに秋冬のこと考えるんですもんね。そうですよ。へえ。今ちょうどもう今デザインが多分もう最終とか できていますよ。石塚市のやつがデザインをこう使ったものですね。そう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 。そうパターンがまた違ったりするんですよ。まあ、いろいろこうアパレル作るのっていろんな人がいるんですよ。あ、そうなんですね。そっか、デザイナーさんとまた別に、そうです、そうです、ウェアの生地とか、生地とか、そうそうそう、生地とか、そう。最近知りました、そのパターンナーさんってことあるんですよ、いろいろ。ちゃんと理解はしてない気がするけど、うん、で多分来週ぐらいかなと思ってるんですけどね。まあでもそういうの動いてるんですよ。それがもうサンプルできてくるんですか。まずスケッチですね。スケッチで、うん、確認して、なるほどなるほど、でこれでいこう。まあ生地はね、生地のなんかこうあるんですよ、ちっちゃい生地みたいな。ああ、この色見本、そうそう、色見本みたいな、うんうんうん、でこれでいこうっていうのが決まったら、うん、サンプル作って、なるほど、量産するみたいな。うーん、でぜひ皆さん来てくださいって言って言うのが僕なんです。そうだね、大事。そう、そんなことやってますよ。出来上がるまで作るのはやっぱ楽しいですよね、アパレルってね。楽しい、うん、楽しいんですけどね、こうなんですかね、この生地がいいなとか、はい、あの生地がいいなとか、こう出されると目移りするんですよ、うん、全部よく見えちゃうんですよ。そりゃそうですよね、うん、実際に着てみなきゃ分かんないところもありますしね。着てみなきゃ分かんないですけど、うん、着れないから選ぶしかない。そう、あ、でもサンプル、その生地を使ったサンプルとかもあるんですよ、うん、見せてもらうんですけど、はい、だいたいいいんですよ、もう、うん、そうですよね、大変と思って、うん、夏、あ、そっか、今はだから秋冬ですよね。秋冬だったらあったかいやつ、あったかくて伸縮性というか、そう、ね、きつくない。だからね、今だとね、もう内緒ですけどね、はい、いいんですか。あ、いいっすよ、公共の電波で。全然いいっすよ。今動いてるのは、まあポロシャツと、はい、あ、今ファーストあれですよ、ドロップさせたかもしれないですけど、うんうんうん、ポロシャツとモックネックと、はい、あとはニットセーター。うんうんうん、いいですね。いいです。普段使いできそうなのがいい。できそうなやつにするんですよ。できそうなやつにしてほしい。私ゴルフウェア秋冬特に普段使いしてます、うん、お、いいですね、うん、モックネックのセーターとか、うんうん、普通に普段使いしてます。お、いいですね。そう、ニットセーターとあとこうなんですかね、ナイロンとかこうジップアップのちょっとあったかいやつの上下の、
そうセルフウェアってね、あったかいから機能性がいいから普段使っちゃうんですよね。そうしかもそれをダサくなく、かっこよく、まずそれはトパスはかっこいいのが売りですからね。そう、それを今やってるんですよ、うんうん、ちょっと特徴的なものにねしていきますからね。楽しみですね。そうなんですよ。それはまたヒョウ柄とは別のデザインになるんですか？違います。うん、そんなことやってますから、また皆さんトパスに注目しておいてください。そうですね、はい、8月のまずはリニューアルオープンっていうのかな、うん、そうそうそう、リニューアルヒョウ柄のゴルフウェアをお楽しみに、うん、お楽しみにしてください。いやちょっともうね、あっちまで時間過ぎちゃうんでね、本当に、うん、じゃあ今週はこの辺りで、はい、また来週お会いしましょう。はい、はい、素敵な午後をお過ごしください。お過ごしください。またね。バイバーイ。